スクリプト、BTS のキム・テヒョンとジョングクが再び世界的な注目を浴びています。これが全文です。K-POP 音楽業界で最も有名なアイコンの一人である BTS のジョングクが再び世界的な注目を集めています。今回は芸能界での功績だけでなく、韓国軍に大きな変化をもたらした彼の役割も大きい。BTS の最年少メンバーである、ジョングクは様々な分野での計り知れない才能から、 黄金の末っ子として知られています。しかし、彼のキャリアがステージ外でより広範囲かつ複雑な方向に発展することになるとは誰が想像したでしょうか。今年末ジョングクは基礎軍事訓練を優秀な成績で終えたと伝えられている訓練終了式では優秀参加者の一人として賞を受賞したが、これは軍に勤務している著名人としては異例のことだ。彼の成功は彼が自分の職務に真剣に取り組んでいるだけでなく、 芸能界とは全く異なる環境に適応し、優れた能力を発揮できることを明確に証明しています。ジョングクはトレーニングを終えた後、さらに大きな役割を引き受けました。彼は、軍務の重要性について国民の意識を高めることを目的とした軍事計画の名誉大使に任命された。まる世界中に何百万人ものファンを持つ孔人として、彼の関与は大きな影響を与えました。 ジョングクを主要な顔として軍が始めたこのキャンペーンは、韓国内外の若い世代の注目を集めた。この任命後のインタビューの一つでジョングクは、軍事訓練中の経験から規立、団結、奉仕の大切さについて学んだ。と述べた。彼は、直面した課題は簡単ではなかったが、祖国に奉仕し、ファンに良い模範を示すことができたことを誇りに感じていると明らかにした。経歴が何であれ、 市民としての義務を果たすことが重要だということを示したいのですと彼は語った。ジョングクの様々な軍事活動への参加は芸能界と軍事機関の関係にも大きな影響を与えた。以前は芸能人は兵役中に優遇されることが多いというイメージがあったが、ジョングクは職務を真剣に受け止めただけでなく、軍に真の貢献をしたことを証明した。 これは軍関係者や広く一般の人々を含む様々な関係者から高く評価されました。まる、影響は韓国だけではなかった。ジョングクがこれらの軍事計画に関与しているというニュースは、国際メディアの注目を集めました。多くの人が彼の行動を彼のような世界的地位を持つ著名人が滅多にやらない。社会的責任の一形態として称賛した。一部の観察者は、ジョングクの動きを韓国の異なる一面を世界に示す、 文化の架け橋とさえ呼んだ。この成功により、ジョングクは K-POP アイドルとしてのイメージを強化しただけでなく、様々な分野でポジティブな変化をもたらすことができる人物としてのイメージを強化した。彼はエンターテインメントの世界で成功したからといって、人が社会や国にさらに貢献することを制限するものではないことを証明しました。現在もジョングクは献身的に軍の義務を果たし続け、 世界中の何百万人ものファンに感動を与えています。彼の旅は任務だけでなく、生ける伝説がどのように、広範囲にわたる変化を導くことができるかについても語られています。ジョングクは献身と闘争心の具体的な象徴となり、その遺産は K-POP 界と国際社会で記憶され続けるでしょう。軍隊での功績で世界の注目を集めた後も、BTS ジョングクはそこで止まりませんでした。彼の影響力は拡大し続け、 教育、文化、社会政策など様々な分野に幅広い影響を与えています。ジョングクは世界的に影響力のある著名人として現在、兵役や有名人が国民の意識を高めるためにどのように積極的な役割を果たすことができるかについての議論の中心となっています。ジョングクが関わった最新の取り組みの一つは、韓国軍と教育省との協力です。このプログラムは若い世代に 市民の義務としてだけでなく、人格形成の経験としても、兵役の重要性を理解してもらうことを目的としています。ジョン・グクは名誉大使としての立場で、高校生や大学生が参加する数多くのセミナーやワークショップでパフォーマンスを披露しました。イベント中、ジョン・グクは軍事訓練中の経験を共有し、軍隊で学んだ規律とチームワークがいかに人生に対する新たな視点を与えてくれたかを説明した。 軍隊にいる間、私たちは見落としがちな小さなことに感謝することを学びました。また、本当の強さは団結の中にあるということも学びました。とジョングクはセッションの一つで語った。このプログラムは若い世代の注目を集めることに成功しただけでなく、兵役に対する彼らの考え方にも影響を与えました。当初は、この義務を負うのをためだったり、嫌がったりしていた多くの参加者は、これを成長の機会と考えるようになりました。 ジョングクの直接の体験を聞いてやる気が湧いたという学生もいた。それだけでなくジョングクの関与は K-POP と軍の関係にも影響を与えた。まる、BTS の世界的な人気は国際的な目での韓国軍のイメージを向上させるのに役立ちました。まる、これは韓国のソフトパワーを世界舞台で推進する上で重要な要素である。ジョングクの顔を代表として韓国の軍事作戦は国際メディアで大々的に報道され、 この国についての前向きな物語が生まれました。ジョングクは直接貢献することに加えて、BTS メンバーにエンターテインメントとエンターテインメントの関係強化を目的とした取り組みを、継続的に支援するよう積極的に奨励しました。そして、社会的義務、RM やジンなどの他の BTS メンバーは、講習やファンへのメッセージを通じて精神的なサポートを提供したことが何度かありました。これにより、グループとしての、 BTS は異なるキャリアパスを追求しているにもかかわらず、団結し、お互いをサポートし続けているという印象が生まれます。まる、一方、韓国政府もジョングクの関与に大きな可能性を見出していた。政治アナリストの中には、軍に勤務している他の著名人にも同様の方法で貢献する機会を与えるよう提案する人もいる。彼らは、これが兵役に対する国民の認識を改善するだけでなく、 若い世代のナショナリズムの精神を強化することにもなると主張している。一方、ジョングクは受けた賞賛の波に直面しても謙虚な姿勢を持っている。あるインタビューで彼は自分は最善を尽くそうとしている単なる一市民であると述べた。私は自分が特別だとは思っていません。私は BTS のメンバーとして、そして韓国国民のジョングクとして意味のある貢献をしたいだけです。と彼は語った。 エンターテインメントと軍事を組み合わせたジョングクの成功は、今や多くの人が模範と。なっている彼は、有名人はアイドルであるだけでなく、様々な分野でポジティブな影響を与えることができる変化の主体になり得ることを証明しました。彼の物語は、ファンの記憶に残るだけでなく、将来の世代にインスピレーションを与えるものとなるでしょう。次のステップとしてジョングクは、軍と国際社会の協力を伴う新たなプロジェクトを主導する予定だ。 このプロジェクトは文化的及び社会的活動を通じて世界の平和と協力を促進することを目的としています。その影響力と献身により、ジョングクが世界に多大な利益をもたらす変化の象徴であり続けることは間違いありません。多忙なスケジュールにもかかわらず、ジョングクは献身的に軍の義務を果たし続けています。彼は現在世界的な責任を負っているにもかかわらず、国への奉仕が依然として優先事項であると強調する。 私は国に奉仕することと、世界に奉仕することは相互に補完し合うものだと信じています。私がここでやっているのは、祖国と国際社会に感謝の気持ちを示す私なりの方法ですと彼はインタビューで語った。彼の努力を通じてジョングクは K-POP の影響力を拡大しただけでなく、エンターテインメントの世界を超えた新たな遺産を生み出しました。彼は、アーティストが、 地域及び世界レベルでポジティブな影響をもたらす変化の主体になり得ることを証明しました。長い旅が待ち受けている中、ジョングクは何百万人もの人々に夢を抱き、行動し、変化は自分たちから始められるものだと信じさせるインスピレーションを与え続けています。